はい、今回はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいたお車を紹介します。紹介はボンドショップ浦和フロント担当高橋くんにお願いしたいと思います。高橋です、よろしくお願いいたします。それじゃあ早速車の紹介からお願いしてもよろしいでしょうか。はい、車が、レクサスの LC500 になります。はい、ボンド結構欧州車ってイメージだけど、欧州車国産でいうとやっぱり比率国産ちょっと少なめだけど、レクサスでブランドでいうと結構入庫率高い。入庫率は浦和店は特に多いかもしれないです。特にレクサスの入庫は LC、あと LS、LS、LX、LX、その辺の入庫結構多い車です。そうですね。はい。で今回はどんなカスタムをこれやった感じでしょうか。はい、知ってるんで若干やらせになっちゃうんですけど、はい、ローダウン、はい、車庫調でローダウンしてます。はい、あとは、タイヤホイール。タイヤホイール。はい、あと色がえらいことになってますけれども、ステルスフィルムというマットの、はい。プロテクションフィルムをフルで貼ってます。なるほど。じゃあ外装のそのステルスフィルムのとこから、これはあれだよね、貼るとツヤがなくなるプロテクションフィルムっていうことで、そんなイメージでしょうか。はい、なんでまあ傷を防止しつつ、はい、しつつマットに、まあ車のイメージをガラッと変えるっていう。で今回ベースのカラーがこれパールホワイトかなんか別なのかな。パールっすね。パールです。そうだよね、ベースなんで、まあマットホワイトのパールになってるっていう。だからこれ青い車に入れば、マットブルーになるし、黒い車に貼ればマットブラックになるっていう。そうです、ね。はい、そういうフィルムが、まあ、前面ということはこのピラーとか、この辺のパネルとかも全部貼ってあります。でカーボンとあとグロスの部分は、普通のプロテクション。あ、そうなんだ。ツヤありの方のプロテクションが貼ってある。で貼ってあります。これマット貼っちゃうとマットカーボンになっちゃうから。そうです、そうです。なるほどね。その辺のじゃあ質感は残しつつフィルムを使い分けてるっていう。そうです、ね。なるほど。でこの辺も全部貼ってあるってこと。じゃ貼ってあります。わーすごい。で後ろのこの辺の稼働するウィングもめちゃくちゃ綺麗に貼ってあるよね。これもう全部貼ってあります。すごい。じゃあ全面傷を防止しつつ車のイメージがガラッと変わってるってこと で、はい、であと今回一番注目の足回り、はい、ホイールからじゃあ先にアメリカの半蔵ホイール、はい、1221、はい、で、デザインが R5445 R5445 で、はい、2ピースの、AP2X っていうモデルになります。結構ニック抜きが激しい方のやつ。そうです、そうです。なんでもうこのセンターのこの逆もこのえぐってあったりとか、あとこのフランジ、このホイールの2ピースが合わせ面のところも削り込んでる、そんなホイールです。でこれカラーはめちゃくちゃ目立ってますけれども、はい、ブラッシュドグロスゴールド。あーなるほど。じゃあブラッシュドの素材を作ってその上にクリアにゴールドを入れたやつをかけてあるっていう。このマットホワイトとこのゴールドの組み合わせが意外や意外、めちゃくちゃかっこいいっていうそうですね。すごい。シルバーとか黒も合うとは思うんですけど、うんうん、あえてこうバチンって主張するホイールで、はい、他がシンプルに。あーなるほどね。車も結構個性的だけどこうシンプルって言えばシンプルなスタイリングなん で、ね、もう足元がめちゃくちゃ目立ってます。はい、あとキャリパーとローターも、はい、ローターはそうなの。ローターは純正を穴開けしてドリルド加工。あそうなんだ。車外ローターかと思っちゃった。キャリパーも、プラッティングシルバーとロゴは、黒で。あなるほど。もともとこれはキャリパー黒かなんかですか。黒です。なるほど。じゃあその辺もイメージをカラーで変えてるっていう。そうです。で裏話でいくとお客さんはあんまりこう最初は乗り気じゃなかったっていう。本当にそんな高いホイール履いちゃうのっていう。値段が値段なんで。でもやっぱりこう既製品じゃ満足できない、ね、こうワンオフで作るホイール、はい、納車の時はもう特別感はあります。で納車の時は結構お客さんにもめちゃくちゃ喜んでもらえたって。めちゃくちゃ喜んでます。これかっこいいもんだって。これはいい。ありがとうございます。でこれタイヤはミシュランの、パイロットスーパースポーツ。なるほど。サイズが325/3021。はい。フロントが265かな。265/3521。これはじゃあ外径変えずに21インチを入れてある感じ。そうです。あ、なるほど。22も入るんですけど、ちょっとまあ乗り心地とか、あーなるほど、そういう面もその辺はじゃあ詰めすぎず、はい、
快適性っていうか、まあ、使い勝手も、そうです、ね、はい、考えて21インチであえて止めてあるっていう。そうです、あ、なるほど、すごい。なんか21に見えないんで、ちょっとちっちゃく見えちゃうんで、うん、2ピースのあースポークがリムまで、ああ、なるほどね、選びました。確かにスポークがリムまであると大きく見えるんで、すごい。でこれ足回りは、RSR の車庫帳がついてます、はい、ザ国産の車庫帳そうですね、はい、結構欧州車やっぱりメインで取り扱うことが多いんで、まあなんだろう、ビルシュタインとかザックスとかあとカーベイとかやっぱり欧州ブランドが選ばれること多いんですけど、やっぱり国産車だと国産車ラインナップの中から選ぶ感じにはなるんで、RSR とか、あとはなんだっけ、ダンパッチはなんだっけ、あれテイン、あ、テインとか、はい、まあ、テインだったりだとか、その辺の国産車メーカーの国産車用の、車庫帳を多くラインナップしている国産ブランドもボンドグループ取り扱ってますんで、まあ、バッチリのものが取り付けられるということで、はい、なるほど。車庫もめちゃくちゃ決まってるね、これ。30ミリぐらいダウンされてる感じ。そうですね、もっとちょっと後ろが高いような感じ。ああ、なるほど。じゃあその辺の前後のバランスも合わせつつ、そうですね、しっかりローダウンしてるっていう、はい、でこれもあんまり下げすぎず、下げすぎず絶妙な車高で、今後お客さんがリフターを入れてくれると思うんで、ああ、なるほど。その時にもう少しリフターとも組み合わせられる車高調なんです。そうです。あ、そうだよ、前結構上げられると段差結構どこでも行けちゃうから使い勝手グッと良くないし、なるほど。あとはマフラーはアメリカのアーミートリックス、はい、アーミートリックスのマフラーに変わってます。でディフューザーはトムスの、あ、これトムスなんだ。そうです。あ、交換してたね、そういえば。すごい、なんかトムスと思えないぐらいなんかめちゃ攻めたデザインででちょっとなんかこのバックとバックフォークがちょっとレインライト風な感じに、これはちょっと寒冷地仕様のやつに、あ、そうなんだ、変えてます。そんなマニアックなカスタムのも。そうです。すごい。カスタマイズはこんな感じでしょうか。あとは、はい、内装、ステアリング、ワンオフ加工、ステアリングはカーボンとパンチングレザー。あ、そうなんだ。ちょっと下側 D シェイプっぽく。あー、なるほど。めちゃレーシー。そしてこのパンチングすごい、なんか純正みたい。でセンターマーキングもこれシルバーになってるかな。シルバー、ちょっと内装のシルバーと、あ、なるほど、合わせる感じで。ステッチとかシルバーだもんね。そうです。はあ、なんかこう変えた感を出さないで、そうですね、カスタマイズするっていう。すごい。いや、一見するとなんかホイールと車高だけかなっていう感じするけど、やっぱりよくよく見るとなんかいろいろ手が入ってる。すごい。メッキパーツも全部塗ってます。初耳ですちょっとごめんなさい、まずもともとどこがメッキだったのかよくわかりません、はい、この枠とかが、枠はスモークペイント。あ、なるほど。でこの辺はグロスブラック。あ、塗ってあるんだ。これも塗ってます。塗ってます。あとミラー、ミラーもここももともとメッキなんですよね。あ、そうなんだ。あとここか。ああ、ここも全部メッキなんですよ、ね。じゃああんまり点数は多くないけど、そういうちょっと残ってるメッキを全部ペイントして。そうです。あとテールの周りも。あ、テールも。あ、そう言われればそうだね。へえ。あ、じゃあもう車の外装のちょっとしたアクセントのメッキも全部塗っちゃって、もう白黒そしてゴールドみたいな。そうです。すごい、めちゃくちゃまともりがいい車に仕上がってます。あとポイントとしてはこのホイールの逆反りもかなりポイントみたいです、まあ、いわゆるコンケーブって言ってこうセンターに向かってこう落ち込んでいく形、はい、これがかなりフロントでこんなにコンケーブするのすごいね。これ車によってはフロントは反らせられないとか。そうだよね、結構平らになっちゃう車多いよね。特にブレーキなんか大きいの入ってたりするとほとんどできないのが多いけど、この車の場合フロントもすごくこう 逆反りデザインになってます。でリアはもっと逆反りになってるっていう。これが走ってる時ちょっとこう斜めぐらいから見るとめちゃくちゃかっこいいっていう。かっこいいですね。すごい。
はい、というわけで今回はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいたレクサス LC500 をご紹介させていただきました。ボンドショップ浦和はレクサスのカスタマイズも得意としてますんで、ぜひお問い合わせください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。